はい、皆さんこんにちはキチです。ということで、今回は、清水エスパルスの平岡監督が解任ということで、まあ、思うことをと正直に話したいと思います。まあ、本当に先ほどあの、平岡さんの契約解除が、秒たれて、まあ、篠田さんが、まあ、代わりに監督という感じで、まあ、どうかな、当分篠田さんで行く感じではあるとは思うんですけど、まあ、多分平岡さんの解任に、まあ、反対派と、まあ、賛成派がいるとは思うんですけど、まあ、自分的にはなんか、どっちっていう意見も決めれないですね、正直。 まあ反対派の意見もすごいわかるし、まあ賛成派の意見もすごいわかるって感じで、まあそれが一番中途半端であんま良くないんですけど、まあ正直本当に15節終わって、あの2章っていう感じで確かにまあ成績から見たら本当に結構厳しい状況での解任だったんで、まあ本当に正しい って言い方する正しいんですけど、反対派の意見といたしましては多分、あの、ま、簡単に言うと今後に期待と言いますか、まだ15節終わっただけみたいな感じで思う方もいると思うんですけど、本当に俺はどっちの意見もなんかわかるっていう感じなので、それが一番本当に恨まれるタイプなんですけど <laughs>、まあそうだね、もう本当に監督、まあ解任決まったからにはもう本当にしょうがないので、もう本当に篠田さんには頑張ってほしいってい感じなので、まあ選手ももちろんなんですけど。 まあ何回も言いますようにっていうかもう100回ぐらい言ってるんですけども、サポーターはもう応援するしかないので、本当に。もういちいちツイッターで文句言ってても変わんないんでね、本当に。なんか柏レイソル戦終わった後、本当に、まあたまにツイッター見るんですけど、まあやっぱり負けるとね、結構ネガティブなあの発言をするサポーターが多いんですけど、まあなんか悔しいとかならね、まだわかるんですよ、本当に。まあただ本当にクソ雑魚とかクソ雑魚チームとかいう人もまあ中にはいたんで、まあそういうやつは多分人間 じゃななないいのかなわかんないんですけどでも普通にそういう人ってなんか、ほんとその場の感情だけであのツイートしちゃってるんで、多分次の日になったら、自分何にツイートしてんだろうみたいな感じに思ってると思うんで、まあそういう人がもう実際にいたんで、本当にフォロワーさんにも。まあ、正直本当に言い方悪くて口も悪いんですけど、本当に普通に気持ち悪くて不快なので、ほ、まあ、本当にクソザコとかクソザコチームとかいうやつはマジで本当に試合見ないでほしいですね。 まあそれ言ったからなんかいいことあるのって俺は思うんですよ、本当に。それマジであの <laughs>、不快になるだけなのでね。まあ気をつけてくださいって言ってもまあそういう人間はもう別に変わらないので、多分大人になってもそういう人間なのでまあしょうがないので。 まあ、とにかくサポーター黙って応援してればいいっていう感じです。本当に何回も言いますように、そのツイッターとか、あの、SNS でね、んなクソザコとかクソザコチームとか言ってもね、普通に不快になるだけなんでね。まあ、そういった言葉と言いますかなんかそういう誹謗中傷的な言葉は、はあ、の、自分の家のトイレとか、あの、自分の庭とかであの叫んでてください、一人で。はい、えー、まあ、最後の方は本当にツイッターのことでちょっとあの、全然あんまり関係なかったんですけど、まあ、とにかくエースパルスを応援しましょう。はい、ってことで終わりたいと思います。さよなら。 「君と出会ってからいくつもの夜を語り明かした」「はち切れるほど毎日